佐賀工場は工場規模もですね、そんなに突出して大きな工場ではなくてですね、一方でそのメーカー工場ということで、いろんな商材を試す場にもなってます。実際の生産工程っていうのはどんどんその、受け入れ化をされているという中で、いろんな情報が上がってこなくなるんですね。不具合があっても致命的なものじゃなければ報告がないとかですね、そんな状況になって工程の悪さ加減というのが見えなくなってしまうんですけれども、アンジャム NB は、溶接ロボットの稼働状況であったり、エラーリレーが出るといったような形で、ロボットの状態が監視できるというようなシステムです。気に入っている点は現場カメラソリューションとの連携です。この棒グラフをクリックしますと、このように折れ線グラフでその1日のサイクルタイムが表示されます。で、この赤い線がですね、理想サイクルタイムということで、このように突出した部分がばらついたその生産の状況ということになっております。で、このデータをですね、クリックしたら、このようにですね、その時の現場の状況がこのカメラのデータとして現れます。ので、その時の作業者に何が起こっていたのかといったそのばらつきの要因になる動作というものが一目で分かり、改善の PDCA のスピードが格段に上がりました。今まで見えなかったということで、何も手つかずの状態だったので、それについては一発データが見えるということで、大きくその作業者にも納得していただけるような形で改善ができた。作業者もですね、改善に対する意欲であったりスピード感も全く変わってきますので、そういったところではすごくいい導入だったというふうに考えています。やはりその IWNB を通じて溶接あるいは稼働に関する情報が上がってくることで、報告が受けなくても工程の状況というのが把握できる、そういったところはですね、管理者側からすると非常にありがたいところ、特に工程マネージャーの負荷削減という意味では大きな効果があると思います。 IWNB がどんな役割、どんな活躍をするのかというところの描きをモデルを作ってあげないと、何かその我々くらいの中小規模の工場が上手に活用しているよと。で、今は例えば IWNB の機能でここまでの管理はすごくよくできる、その先にメスみたいなものを作られた時にはこういうふうにしていったらもっともっと大きな成果が出せるんですよ。導入単体だけじゃなくって、その先にもこう何て言うかな、よくしていく、こう何て言うか仕込みができるみたいな、そんなことを感じてもらえたら、もう少しねお客様も、使ってみようかなと思われるんちゃうかなと僕は思うんですけどね。